ショートコント、飲食店、いらっしゃいませー。ご注文は、じゃあ、スパゲッティ一つ。耳くそ言ってねえよ。その聞き間違いはないだろ。そこら辺にある自動販売機の下覗いてるおっさんが少しだけパンツ見えてるのに気づいてないくらいないわ。皆さん、鼻毛ゴジラです。何言ってんだこいつ。というのは冗談で2017年明けましておめでとうございます。いやちょっと待って遅くね。2017年祝うの遅くね。お湯入れてからの待ち時間が3分のカップラーメンを10分後に食べるくらい遅くね。なんだよ。てめえ。年越しを舐めてんのか。別に祝うの遅くてもええやろうがいな。ほんまこれ以上下手なこと言うたらぶ。素でほんま。はははは、わかりました。はははっぴーニューイヤー2017おめでとうドンパチドンパチ。あーん、それでよろしい。で、へぇー。ということで2017年明けましておめでとうございます。早いよねー。昨日が2016年になったばかりみたいだね。あ、年越しした時によく言うよな。私は昨日がお母さんのお腹の中にいた感じなんだけど。いやそれただのバカじゃねえか。2日前をままごとしたいって言ってたまりちゃんに言われたくないなー。おいそれ言うな。バブー。レイコ、今をミルクあげるからねー。やめよ。ということで今日はみんなにおショプレがあります。いやお年玉じゃねえのかよ。ってかおショプレってなんだよ。正しいプレゼントってことか。いや正しいプレゼントってなんだよ。私何言ってんだ。ははうほ、こんなところにバナナが。あ、これゴーヤだったわ。私ったら何してんだか。そういえば今年のガキツカ面白かったな。まあ2017年になる瞬間見れませんでしたけどね。気づいたら2017年になってましたよ。まあ毎年ほとんどこんな感じなんですけどもね。そしてそのガキツカの後にある吹っ飛んだ王決定戦っていうのがめちゃめちゃ面白くてハマっちゃいましたよ。そんでその吹っ飛んだ王決定戦見てて寝るの2時半だったんだけどね。で結局おショプレって何なの。マリサ、お、なんだウプ主。私と目隠し逆立ち4足歩行前転後転前鏡歩き出し倒立プロフェッショナルジャンピングアタックスペシャリストゴールデンスーパーマーケット鬼ごっこしたいのか。とりあえずなんかうるさいからしね。え、私そんなにうるさい。ウプ主のプライベート暴露してただけなのにうるさいの。バカなの。死ぬの。黙れにしろランドゴリラ。うほ、では気を取り直してお正月プレゼントを用意したから分けるね。いや最初からお正月プレゼントって言えや。黙れ。ごめん。じゃあまずさないから。ワクワク。ほい。え、なにこれ。サドル。サドル。いやこんなもんもらっても嬉しくないだろ。嬉しい。うわ、顔やば。ほい、ウプ主どうなってんだよ。いやお前もかよ。じゃあ次はヨウム。何かな。いやさっきのサナエのサドルでいいのかよ。サドルターン。あ、やっぱ大丈夫だわ。じゃあヨウムには。はぁ、何これ。スプレーのなんかガス抜きするやつ。いや絶対いらねえだろ。いや普通に嬉しいんだけど。その言い方ムカつくからやめろ。てか何に使うんだよ。部屋に飾ろうかなと。いやそうやって使うもんじゃねえから。いや使ってもねえし。だって使い道ないんだもん。ダイレクトに言うな。うほうほ。じゃあ次は霊夢。いやちょい待ちちょい待ち、これなんだよ。バナナの皮。バナナの皮。いやそれはわかってるんだけど、なんで絆創膏貼ってんだよ。いやバナナの皮を立たせるために貼ったんだよ。いやそこはなんかボケろや。例えばバナナの皮が怪我したからとか。うっしゃ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 、やばいやばい面白すぎるヒフフフフだろ。霊夢やっぱお前いいやつだわ。鼻毛ゴジラとか。やっぱお前ゴミだわ。じゃあ霊夢には履かせるおむつむまん。いやまともなのねえのかよ。ありがとうウプ主。いやそれ絶対使い方間違ってるから。これで汗を大量にかいても漏れ安心だね。うまいこと言うな。お、これ4枚入りじゃん。ということは。うわ気持ち悪。ようこそおむつ同盟委員会へ。うわこんなの絶対入りたくねえわ。マリサちゃんは実は入りたかったようです。なぜバレたし。最後はみんなのアイドル超超超ベリーキュートな、キリサメマリサちゃんだね。ちょっと嬉しいけど殺すぞ。そんなキリサメマリサちゃんにはこの、キメイマルから極秘入手した奥深くに存在する超超超究極のグッソクサイ、脇毛を差し上げます。単純にしね。黙れ。ごめん。許す。いやもっとこう。お正月っぽいプレゼントはないのか。お正月っぽい。ん？おせちとお雑煮があるんだけど。お、そうだよ、それだよ。よし、みんなで食べようぜ。なんかこれじゃない感が半端ないんだよね。いやまさにこれだろ。お前今までの正月をどうやって生きてきたんだよ。え？普通に過ごしましたけど何か。その答えとその顔がうざいからしね。なあレイム、私が信用できるのはお前だけだ。頼む、楽しくお正月を過ごそうぜ。あ、やっぱいいです、ありがとうございました。あ、その顔今流行ってんのかよ。あ、もうこいつらと話してても話し合わないからテレビでも見てスッキリするか。8チャンネルと。はい、皆さん2017年ショッピングチャンネル始まりますよ。いやちょっと待てよ、これどこで撮ってんだよ。ここら辺です。いやわかるか。そして今回はこの方に登場していただきましょう。ぐほ、げほ、息ができない。いやなんでウプ主いるんだよ。しかも息できてないぞ。いやマジそういうのいいから。ごめんごめん。はい、ジャンガジャンガジャンガジャーン。は、いや最近寒いですよね。そうですね、昨日なんて雪を触ったら手が冷たくなりましたからね。いやそれ当たり前だから。え、そうなんですか。お前もお前で驚くのかよ。というわけで今回はこちら、手袋です。え、何それ。いや普通にあるから。普通にウニロとかで売ってるから。さっきから地球から腐ったバナナの遠吠えが聞こえるんだけど。いやその距離でも聞こえるのかよ。てか腐ったバナナってなんだよ。腐ったバナナってほんとうっさいなー。登りバナナ。ウプ主後で覚えとけよ。割とマジで。ごめん。いやだ、黙れ。ごめん。てかもうチャンネル変えよ。このチャンネルクソだわ。じゃあ6ちゃん。はいどうもー。ちょいちょいこいつらも何してんだ。無用と A 花です。もったいい名前あんだろ。A 最近寒いですよね。そうですよね。 A 花さんは2016年のクリスマスは何しました。そうですね、一人で雪遊びしてました。いや悲しすぎんだろ。そうなんですか。私は友達4人ほどでパーティーしてましたけどね。お前最低だな。いやムーヨンさん、
言うて漫才やってますけども、正直言ってめんどくね。それな。いやそれ一番言っちゃダメだろ。ニュースキャスターが裏で仕事めんどいって言ってて、それが生放送で丸着声だった時と同じくらい言っちゃダメだぞ。というのは冗談で。冗談でも言っちゃダメだけどな。あ、そうだ。うちの家に黄色いバナゴリがいるんですけど。バナゴリ言うな。そいつが昨日一人でバナナ10本くらい食べてたんだけど、キモくね。うん、お前の顔の方がキモい。確かに。殴るぞ。まあもし本人がこの番組見てたらやばいけど、どうせバナナとにらめっこしてるから大丈夫か。おいやめろ。笑うなや。もうこのチャンネルも悪意しかないから変えよ。じゃあごちゃん。どうも、もう突っ込まんぞ。ボスコドラです。嘘をつ。ニュースです。今日夕方、ボボボーババーババボボボボンババーバが発売開始されました。なんだよ、ボボボーババーババボボボンババーバって。え、ボボボーババーババボボボンババーバが何かって？うん、ボボボーババーババボボボンババーバって何なんだよ。ボボボーババーババボボボンババーバは、クイックルワイパーって意味です。嘘をつ。では今回はこのボボボーババーババボボボンババーバという言葉の謎について迫ります。いや、ボボボーババーババボボボンババーバってお前が適当に考えた言葉だろ。あ、ボボボーババーババボボボンババーバって私が適当に考えた言葉だった。知ってた。では今回はボボボー、ん、バ、ボボンババ。バババについて迫る、でした。早速忘れてんじゃねえかって変わりかよ。なんだよこのクソニュース。はぁ、2017年一発目の動画っていうのにこんなんじゃ。マリサ。マリサ。誰だ？ここよ。マリサ。どこだ？そこにある。バナナの皮よ。マジかよ。マリサ。私からマリサに頼みがあるの。なんだよ。トロロ昆布のおにぎり欲しい。いや、そこら辺のスーパーでトロロ昆布買って自分で作れや。てか、このネタウプ主が編集中にトロロ昆布おにぎり食べたくなったから思いついたネタだろ。ネタよは。ごめん、てかなんでバナナの皮が喋ってんだよ。知らねえ。いや、急に反抗的になりやがったし。なんやてめえ。あ、なんや喧嘩売っとんか。やるんかって。何してんだよ。今。バナナの皮と喋ってたのに、何してんだよ。私の親愛なるバナナちゃんが。おけつ。いや、普通に面白くないからやめろという夢を見たんだがどう思う？てか、オチのネタがないからって夢落ちにするのはないわー。なんだよこの白髪ババー。あ、って夢だったんだがどう思う？うぷ主後で話があるからちょっと来い。あ、お前ら普通にキモいからやめとけ。最近落ちつまらなくてすいません。では質問行きましょう。うぷ主はド W ですか？はい、ド W です。皆さんはドSかド W どっちですか？多分ほとんどの人がド W だと思うんですが、どうなんですかね。とりあえず今回の動画をご視聴してくださった視聴者様、ご視聴ありがとうございました。ました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